皆さん明けましておめでとうございます。2020年がね始まっております。どうもアザラシです。いやーちょっと遅くなったな。1月多分今日で5日ぐらいに上がる動画にはなるんですけども、明けましておめでとうございますということで、あの声をね声を聞けば一目瞭然かなと思うんです。喉ガラガラです。明けましておめでとうございますっていう声がもうガラガラ、お酒で焼けてガラガラですとかなったらまだもうちょっとね格好もいいのかもしれないですけど、あの風邪です。風邪でした。ずっと風邪でした。もうねお正月とかね動画を上げる側からしたら書き入れ時というか再生してもらえるからここでバンバン動画を上げれたら最高なのに、もう死んでましたね風邪で。完全に風邪で無表情だもん。無表情になっちゃった。無表情、無表情アザラシ。まあええか、もうこれでええわ。これでこれでこれでこれ無表情に埴輪みたいになっちゃった。はい、いやー風邪はしんどいね。すぐ治ると思った全然治らんでやんのっていう。もう勉強もでき、全然勉強もできんかったこの年末年始ということでね、そんなこと言ってたらもう多分次の動画上がるのが1週間後ぐらいとかになっちゃうんで、もうどっかで上げにはいけんなと思ってこうやって上げとるんですけども、今日ねあの Amazon のね初売りセールっていうのが今日明日までやってるから、1月3日から始まって6日までやってる初売りで、マイクを買ったんですね。新しくしました。なんでこの声は今まで撮ってきたマイクの音ではなくて新しくしたやつなんですね。あのちょっとおしゃれで、あのいろいろねボリュームをこいつで調節できる、あーってことだよね。あの音も調節できるし、あとねなんていうのこのエコー機能付きっていうのね、ここの横のボタンをスライドさせていくとエコーがかかるんですね。ブレストファイヤーっていうことでね、あのスーパーロボットにいつでも乗ることができるこのエコーボタン付きのマイクになりました。値段はね値段は500円ぐらいしか安くなってないけど、まあいつかマイク買わなくちゃと思ってたんで、まあ、ちょうどよかったかなと。今まで使ったマイクはね本当に安物のマイクを実は使ってました。恐ろしいほど安物のマイクをね、あの三和サプライ、ね、よくある前あのパソコンメーカーのこういうやつ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 こんなんこんなん使ってました。エディオンかなんかで、ね、一番安かったマイク買って使ってて言いたい、俺よりも音質の悪い状況の実況とか上げてたりする、あの VTuber とかどんなマイク使っとったらそんな音になるんって思うんだけど、本当に安いマイク使ってました。これにあの一応声がねあの吹きかかるとねボフボフするじゃないですか。今のフーってやってもそんなにあのあんまりボフボフなってないんですけど、普通のマイクってあの発声方法がこもりがちの発声方法をしないとすぐ吹きかかってボワボワするんで、それを防止するためにまああのねこの、ま、Amazon のやつだったらこういう風なのついてんの、これあのポップガードはねついてんですけど、この安いやつにはついてない。どうしてたかって言ったらこれにあの神社とかでもらえるお守りをこうかぶせてました。上からお守りをかぶせて暴風みたいにして使ってましたね、うん、今現在もそれを使ってたやつをもうあのね
これで終わり、撤廃。今回からこういうやつになりますね。もう1年2年もっと前からかなぐらいから、まあ、少なくともこの、最近になって YouTube に上げ始めた実況とかの動画のやつは、最近のやつね、まあこの体勢でずっと上げてたんで、まあ、だいぶなんか馴染みの声じゃなくなっちゃうかもしれないなって恐れがあるけど、まあもう変えちゃったから仕方ないねっていうことになります。はい、ただ聞き比べたらこの今の風の声との聞き比べになるから、風の声と比べても何の意味もないんじゃんガラガラですからね。結構ね、音はしっかり拾うんかな。 ASMR とか使えるかもしれん。使わんけどな、 ASMR って何なん、どういう需要なんみたいな。今日はね、で、まあ、ちょっとせっかくこうやって声ガラガラだし、マイクもあるんで、歌の一つを歌ってお茶濁そうかなと。お茶を濁すでいいんだよな。うん、何がええかなってさっきから見ようて、正月の間ずっと千鳥を見ようった。千鳥を見とりましたね、千鳥を。千鳥と VTuber しか見てない年末年始かな。どんなんだよって思うけど、パプリカ歌いますね。千鳥の話を盛り上げもせず、あ、そうだ、これアマゾンね、初売りやってますパプリカ歌います。パプリカ歌ってお茶を濁して終わるから、この歌すごい嫌いだけどね、歌っていく。曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでいる、夏が来る影が立つ、あなたに会いたい、見つけたのは一番星、明日も晴れるかな、パプリカ花が咲いたら、晴れた空に種をまこう、ハレルヤ、夢を描いたなら、心遊ばせあなたに届け。ねねって何？知らん知らん。嫌いな歌だから歌えるわ好きな歌だったらもっと練習せにゃ歌えんって思うけど、嫌いな歌だから歌えるわ。ね、オリンピックイヤーっていうのもあってね、ちびガキどもがさ、まあ、アホみたいに聞くやん、このパプリカ。頭が糸を鳴るっていうのと、パプリカの種が取れたから巻こうとかっていう意味がわからん。パプリカは苗で育てるもんじゃろうがっていうこと言いたい、言っていきたい。でさ、まあこういう感じでね、マイクの音がね、マイクが良くなったんでね、なんか声の調子がいい時はこういうところはカラオケして、雑談とカラオケみたいなのやっていきたいかもしれない、しないかもですっていうね。こんな感じで2020年のね、一発目の動画はこんな感じで、悲しいですけども、声の調子がこれじゃどうしようもないです。1週間ぐらい経ったら、まあ、ちょっと体調も良くなるし、テストも終わってね、すっきりしてると思うんでね、本格的に今年はね、動画を頑張っていきたいなと思ってます。アザラシとしてはそうですね、VTuber になりたい、ね、こんななりしてるんですけど、VTuber になりたいっていう思いが去年からすごい強くなってるんで、なんとか技術を磨いて、技術を どこかからか学んで VTuber 化しようと思ってます。動画の端でずっとね、
なんかこう口の動きをトラッキングしながら2時3時みたいな感じでキャラクターが出てきて喋ってるようにするだけでいいんで、まずは 3D とかはまあまずは置いといて、アザラシのモデルがこう横で喋ってるような感じの VTuber を目指したいなって今年は思ってるので、ぜひ楽しみにしておいてください。それとまたあと動画系ね、動画系じゃない、生放送もしてみたいんですけど、まあそれちょっと置いといて、実写系動画、実写の動画、料理動画とかも上げていきたい。今年やっていきたいことの2つ、1つ目は VTuber、 アザラシ VTuber 化計画、 VTuber、 もう1つは料理動画をもうちょっとしっかり、料理動画に限らんな、これはな、料理動画に限らんわ、実写系をもう少し編集も含めて充実させていきたい。実写 VTuber と実写の両立食い合わせ悪はい、反するからな。ゲーム実況の次行くのはこっちかこっちかこっちだろうって、どっちも行きたい、実写も行きたい。実写はね、まあ、ルーツとかもそうだけど、ルーツとかあとはキャブ兵とか、キャブ兵さんとか、あとハイサイとか、この辺の影響を受けてやっぱ実写やりたいなっていう、実写やりたいなっていう。 VTuber はね、もうポンポコの影響が大きすぎる。ポンポコ&ピーナッツくんの影響が大きくて、この人ら見てたらやっぱね、ポンポコって書かん方がええわな。ポコピーとか、あとオメシスだね。この辺見てるとね、 VTuber になりたくなりますね。もっと表現の幅を広げたい。この辺の影響を受けまして、で VTuber か、VTuber と実写の方、実写の方はまあルーツって言ったのもあるけど、料理系か、バイクに乗ってみたりとかそういう系、かな、やっていきたいなと思います。やれたらだけどね、余裕があればだよ。今年結構忙しいっちゃ忙しいんで、忙しいっちゃ忙しいです。例年にも増して忙しいかもしれないし、忙しくないかも分かんないんですけど、実習とかあったりね、そういう忙しい合間を縫っていろいろ動画を上げていければなとは思います。まあゲームの動画も上げていきますけどね、ドリームキャストの動画を面白くしていくためにも、やっぱこの VTuber 化で裾野を広めるためにも実写化、今後の展開を睨むと実写、今のドリームキャストの実況をもうちょっと万人受けして面白くするための VTuber 化かな。いろいろとね、やってみたいことは今年いっぱいあるので、音楽作ってみたいとかね、作曲してみたい、一曲作ってみたいみたいな欲もあったり、なんか一つ楽器が使えるようになったりとかしてみたいとかもあったりね、いろいろとやってみたい気持ちはいろいろ、楽器もやりたいね、楽器が一曲なんか弾けるようになって弾き語りみたいな、 VTuber なのにってなるけどね。実写はね、料理と釣りがね、この2大コンテンツに食っていきたい。料理はもうルーツみたいな、ルーツ、皆さんルーツ分かりますか？ルーツ、低級の作者のルーツ、あの人の上げている料理動画は、あれは素晴らしい、あれはもう一番いい料理動画の中の料理動画だなと、ここまで言って見た人はがっかりすると思うけど、実況者の鏡みたいな料理動画なんですよ、ルーツの料理実況はね。ああいうのが将来的にやりたいです、はい、あれがやりたい、ルーツ神、ルーツ先生、ルーツ先生と言っていいのかどうかわかんないけど、ルーツの料理と、まあ釣りだね。大物を釣る釣りはあんまり得意じゃないんで、ハゼとかカサゴとかメバルを釣るような釣りをね、動画としてあげていきたいなと思います。ということで、今年の展望、2020年 VTuber 化と実写をもうちょっとこうしっかり二
2002年じゃこれは。で千鳥の影響を受けまくってるせいで、ついなんかこう岡山弁をもうちょっと使わないといけんのかなってなっております。まあもともと岡山県人じゃないけどね、広島県人じゃけどね、広島県人じゃけど、まあ一番おるのは岡山だから、まあまあ、そうちもっと汚い感じの日本語を使っていきたいなと思ったりしてます。はい、てな感じでこのガラガラの声でね、聞き苦しいことこの上ないこの上ないったらないけど、ちょっとここで動画を上げておかないと、このせっかくマイクを手に入れたっていう嬉しさとこのテンションじゃないと、もうしばらく動画が上がんないのが怖いので、こんな感じですか、動画を一つ上げておきます。はい、2020年頑張っていくのでね、このアザラシのチャンネルをどうかよろしくお願いします。なんとかできればね、年内2020年、絶対この目標到達せんけどな、目標は言っていこう、目標今年1000チャンネル登録者数1000を目指そう、1000目指したいですね。収益化剥奪されてから1000とか全然遠いけど、遠いまんまだけど、まあ言うてね、これを目指してもやっていかんといつまでたっても到達せんような気がしてきたんで、2020年、なんとかね1000人超えれるようにやっていきたいと思います。それでは皆さん、これはもう目標を言っちゃったからね、言ったからには頑張るからね、頑張っていきます。ほら、まあ自分はこういう目標を立てて頑張っていきますけど、皆さんなりにね、自分の中で目標を立ててね、2020年頑張っていきましょう。ほなまた。